最後に名前を呼ばれたのは、実績多数の岡の明や渡辺和也でもなければ、昨年日本2位の直おのよでもなかった。金メダルを獲得したのは植松孝一郎。全国レベルの大会では初体感である。フォト、見事な Y 字シェイプの美ボディを披露する揚げ松。嬉しいんですけど、正直、まだ飲み込めていない状態です。8月4日、金曜日。 にに行われたたススポテテッッッククカップ2023ののバックステージで彼を直撃するとと驚きの表情と共にそう話した日本ボディビルフィットネス連盟 JBBF が主催する今年最初の一般カテゴリーのコンテストである本大会。その名の通りスポーツ総合産業店、スポテック、スポルテック内で行われるイベント色も強い大会ではあるが、年々出場選手のレベルは高まっており、 全国大会で上位を争った経験のある選手たちがずらりとエントリー。昨年のグランチャンピオンシップス2022で5位入賞の外間広屋が決勝に残ることができなかったことからも、そのレベルの高さは明らかだ。昨年のスポテックカップでは5位だったので、今年もハイレベルだというのはわかっていましたが、その中でも順位を一つでも上げて、この先のオールジャパン選手権を目指したいと思って出場しました。 今日は自分の強みであるアウトラインをしっかり見せることができたのではないかと思います。爽やかなイケメンフェイスも印象的な揚げ松。この日の決勝に残った6人全員が甲をつつけがたいボディシェイプを成していたが、この日の審査委員長を務めた辻本敏子氏が以前にインタビューで語っていた、黄金比さん1、2が生み出す Y 字ボディに最も近かったのが上げ松であったと言えるだろう。 予選審査ファーストコール。左端が上松爽やかなイケメンフェイスも印象的な上松この日の決勝に残った6人全員が甲をつつけがたいボディシェイプを成していたが、この日の審査委員長を務めた辻本敏子氏が以前にインタビューで語っていた。黄金比さ1、2が生み出す Y 字ボディに最も近かったのが上松であったと言えるだろう。彼自身は昨年、 身長別の日本一決戦、オールジャパン選手権の172センチメートル以下級で2位、グランチャンピオンシックス。でも入賞はならなかったが審査表では7位に当たる結果を残しており、今年はさらなる飛躍の期待がかかる。自分の課題は自分が一番よくわかっています。もっと絞り込んで、まだ足りない部分を仕上げてオールジャパンに挑み、目標である階級の優勝を狙いたいと思います。